くて、ちょっと最高の展開だぜ今。ダチョウじゃなきゃ OK、 ダチョウだけは俺ダメだから。最後最低 100M も 100M 最初は大丈夫、もうできるけど、まあ9枚でオーバルチャージ、パーテンが、あー、予想した、リクルメン予想した、します。お互いのせいだと思うよ。
本当ですか。いやなんか私の方が多分今日は離婚か、離婚かこれ、うどん、離婚の危機じゃねえよこれ。離婚、離婚じゃないです。まだまだ、こういう時もあるじゃないですか、一回沈んでも。だったら離婚じゃねえっつんだったら石見せろよ、ゾウ揃えて。ゾウ、ゾウ、難易度、難易度めっちゃ高いですけど、ちょっとあの本気出さないと離婚されそうなので、ちょっと豚1個開けます。とりあえずとりあえず1個開けます。これが なんでモダンならって開けんだって、母ちゃんなんで開けんだって思った方はちょっと戻ってもらって 2、3は戻ってもらうと分かります。グラビアになったらどうなんすかね、あいつは。ボーナスです。浜島の魚にたどり着け。
のなんかやってやったみたいな顔してるけど、え、なんですか、中央ボード入れられなかったら入れれます、何の意味もないから、え、何の意味もないから、はい、そうです、入れます、40%は当たり、あ、チャンス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 、誰かがチャンス、164でストップしたの、あれ壊れてんのかなと思ったの、計算機、それはさ、お前の感覚が壊れてる。いや、ちょっと今日は本当に情けない結果になってしまいました。本当笑ってる場合じゃないですね。じゃあ本当にイタリだとかしちゃいけないな今日はっていう感じです。でもしょうがないですよ、外線天井を行って単発があったらそうなりますよ。あれ本当にあるのかなって、私本当一回も経験したことなくて、天井経験あるんですけど引いたことないんですよね。でもガンって、まあ、5000枚以上っていうと、うん、やっぱそのケーキってゴッドよりも天井からかなんだよ。うん、そうですよね。今日だって
父ちゃんがいなくなってから逆側の方が天井行かれてたんですよ、うん、めっちゃ連チャンしてました。ポンポンポンって1500枚くらい。でもあれ怪しい、なんか手前だったんじゃないかなっていう気もしないでもない。1004回転で、まあ、揃ったんで、いやそれはちょっとね、そんっていう感じですよ。その前に引いたのってちょっと前にキナ斜めキナナを引いたっていうのが、揺れて奇数転廃とかあったからね。ありましたね。ちょっと怪しい怪しいって父ちゃんも言ってらしたんで、それお前その手たらかなのに閉めてんのかこれ。いや一応終わったんで実戦は終了したのと同時にちょっと締めさせていただきました。状況はめっちゃいいですよ。え？状況はいいですよ本当に。そうですね、まあ、凱旋も入ってたし、うん、何より10王10王1否定が出ました。出てましたね。あれはもうエイリアンが確実に言ってますから。いやー参ったな。いやいや、これあと4回で4回やって万枚出なかったら何でしたっけ、ガーちゃん。グラビア1枚だけ撮影するって約束です。来たね。え？来たね。まずいね。いや本当に思ってくれてます。まずいって、私はもう結構本気でまずいと思ってますよ、うん、大丈夫です。もう万全の体制であと4回臨みますから大丈夫大丈夫。だってバットボックス4回だったら1回ぐらいパーンと。いやもうそれ朝も言ってたじゃないですか。いや朝も言ってたやつ、まあ、1打席目2打席目は凡退しました、うん、あと4打席ありますから大丈夫です大丈夫です。いやーで、まあそうですね、まあ、今回私が悪かったし自業自得ですね今回はね。いやでも俺の凱旋は高設定ですよ間違いないです、うん、ただ出せなかったっていう。そうなんですよね。ガッチンクって2人で合わさりたい残り4回で。いや大丈夫じゃないです大丈夫です安心してください安心してください。あ大丈夫本当に大丈夫です、うん、予感がしてます。予感、うん、次こそは怪しいわ。父ちゃんのそういう時大体怪しいから大丈夫です大丈夫ですか。今回はあんまり達成ならずとなったんですが、グラビアどうしても嫌なので次回以降ちょっと力を合わせて頑張りたいと思います。ネオとママイやってるでやってるでやってるで。スッと終わったね。なんかないですか。なんすか。いやいや全然ダメですか。応援に来てくださいとか。応援に来てください。やってるでやってるで終わりてんねお願いします。告白するときも、あーデートのときも、喧嘩のときも、ごめん仲直りしたときも、いつでもどこでもジャンバリ新着アプリ